なんとおてんばな方じゃ。行き先も告げず心配しましたぞ。姫に何かあればあやつが悲しむ。あの方はまだお帰りにならないの？まだでございますよ。この頃口を開けばオズワルド様のことばかりですね。そんなことは。それにしても帰りが遅いですわね。お姫さん、私の魔法で。教えてください。あの方は一体どこへ？ほのほの国の王との約束を果たしに行ったのじゃ。それにしても帰りが遅い。何かあったのかもしれん。約束？炎の国で何が？胸の苦しさは日増しに強くなる一方、不安なまま待つなんて私には。この先におられるのが我らの王オニキス様です。ようこそ、ラグナネイブルの姫。王陛下、お久しぶりです。相変わらずお美しい。あなたならいつでも歓迎だ。こちらへ、早速おもてなししよう。陛下、お尋ねしたいことがあって参りました。私の主人オズワルドがこちらを訪れたと聞いております。ご存知ではありませんか？知らぬと言いたいところだが、美しいあなたの問いに偽りは申せませんな。確かに彼はここにいる。私のために戦っているのだ。戦っている？そう、我が国を脅かす竜と、あの竜を終焉の予言にあるレバンタンだという者もいる。生まれたばかりの幼い竜なのに、炎も剣も奴には通じない。あいつの負けんならばと思ったのだが、未だ決着がつかないところを見ると、それも通用しなかったようだな。なぜオズワルド様が？あなたはご存じないことだが、オーダイン王は私に約束していたのだ。あなたと私との結婚を、お互いの国の利益になることだ。それなのに父君は約束を一方的に破棄し、よりにもよって死に見入られたあの男にあなたを与えた。私がおとなしく身を引く代償としてオズワルドは誓ったのだ。私が望んだ時に私のために命を懸けて戦うことを。オズワルド様は私のために彼は死ぬかもしれない。
いや、もう死んでいるのかな。約束を反故にしてあの男を助けてもいい。あなた次第だ、グエンドリン。あなたが私のものになるのなら。炎の王、あなたも祖国の男たちと同じです。私は物ではありません。何？おい、バルカンたち、傷つけずに捕らえろ。Yeah!
った。俺がここに相手だ。以上でよろしいですか？かしこまりました。以上でよろしいですか？困りました。他にご注文はございますか？はい、お任せあれ。他にご注文はございますか？ありがとうございました。Thank you.
任せあれ。他にご注文はございますか？はい、お任せあれ。どうぞお召し上がりください。以上でよろしいですか？はい、お任せあれ。お待たせいたしました。以上でよろしいですか？またのご用命。見つかっ、アイテム。やはり死ぬ女王が剣の力に再び枷をはめたな。
五体が鉛のような、こんな生まれたての竜にやられるとはな。間の悪い時に。オズワルド様、どうして君がここに。いけない、体が動かない。ひどい怪我、早く手当てしないと。偉そうに言っておいて、このありさまだ。そんな男は放っておきたまえ。不況を買って国を追放されても、さすがは王大院の魔女。予言の竜を打ち負かすとは、ますます気に入ったぞ。オズワルド様は、あなたの願い通り戦い、竜は退けられました。私たちは城に戻ります。なぜだ、なぜその男なのだ。その男は死の女王の洗礼を受けている。いずれあの女のしもべとして死ぬる、抱きすべきものだ。そのような忌まわしきものは捨て、我が手を取れ。王よ、それ以上夫を侮辱するなら、私の槍があなたを貫くだろう。命の火を吹き消されたくなくば、私の前から猿がいい。激しいな、まるで炎のようだ。その炎に敬意を払い、今は身を引こう。約束は守られた、そういうことにしておく。だが覚えておいてくれ、私の心の炎をかきたてるのは今もあなたであることを。